動物が大好きな君、僕を捨て犬と間違えて、小さいアンパン6個入りの袋をくれました。まっすぐで強い瞳、吸い込まれそうで、ああ二人に僕は引きつけられた。週に数度の3分の時間、たったそれだけでも、おお君が僕を大切に思ってくれてるのがわかる。夢の入り口は違う部屋でも、心の手は握れるから、僕は君の手を離したくはないよ。歩きたい。本数の少ない路線、時間はギリギリなのに、走ってアンパンを買って手渡してくれました。少し潤んだ瞳、とても優しくて、僕はその時にきっと恋に落ちた。初めてのデートで撮った二人一緒のああ寝る前に見直すたびにニヤニヤしてしまう。夢の入り口は違う部屋でも、君の声は聞こえるから、僕は耳を澄ましてずっと聞いているよ。君と歩く未来を夢見てここへ来てる。夢の入り口は違う部屋でも、君を思うことはできるから、僕は君のことが本当に大好きだよ。僕と一緒に同じ道を手をつないで歩いてくれませんか。